はい。久々にローソンでブランのパンを買ってきました。ちょっと、見たことのないような、パンだったんで、ちょっと紹介したいと思います。今、まだ糖質制限中で、なるべく糖質を取らないようにしてるんですけど、ちょっと甘いものが食べたかったんで、蒸しパン、買ってきました。ブランのチーズの蒸しケーキ。これが糖質が 9.6 ですね。それでカロリーの方が、1個106カロリーとなってます。はい、チーズ蒸しパン。はい、そして次が、チーズパン。ブランパン。これが糖質が 2.0。結構低いと思います。乳酸菌も入ってます。で、カロリーが1つ74カロリーです。ちょっとね、小さめですけど、ちょっとチーズパン食べたら、多分ちょっと角切りチーズが入ってるんですかね。ということで、ここ2個入りです。で、最後は食パン。ブラン入り食パン3枚。1枚 14.3 グラム糖質。そしてカロリーの方が、今、247カロリーやることと思ったら、下ですね。1枚あたり153カロリーです。脂質が 4.7。はい、ちょっとね、味の方はわからないですけど、ちょっと食パン、今一緒に、鶏の胸肉、サラダチキン、サラダチキンも買ってきて、食べてます。お昼食べてるんですけど、ちょっとこれに挟んだりしても美味しいと思います。はい。久しぶりにローソンのブランパン、ロカボパンを、買ってきました。はい。チーズパンと、チーズ蒸しパンです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。